どうもゴーです。今日はですね、大阪府富田林市にあります寺内町というところにやってきました。この寺内町はですね、国の重要伝統的構造物群保存地区に選定されている町となっておりまして、江戸時代のような町並みと古民家を改装したカフェなどがあるみたいなんでね、また町をぶらっと探索しながら写真撮って歩いてみたいと思います。ほんまや、クリスマスが、はい、ありがとうございます。それにしよう、それにしよう、この特別ランチ写真撮るな特別ランチ、気をつけてどうぞ。よいしょ、これ豆と粉、これも何やったの、雑貨屋さんか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。質問中じゃないか。ちゃうのか。あ、すごいなこれ。よく見たら何かって聞かれたら分かるんだけど。3階ぐらい。女性を見たらこっちも蔵っぽいけどな。日本の道百選に選ばれた道とのことやけど、どっちやろ、こっちかな、こっちの方が雰囲気あるけど、こっちが日本の道百選かな。あ、この道全部なんや。へえ、すごい綺麗なお寺、お寺なの。小空港寺を探してるのかな、その神社か。見どころは山っぽいんやけど、建物がね結構邪魔してるな。二条山、竹内峠に葛城山に、ここら辺に水越峠で、これが金剛山だかな、おそらく。
まじないの。クワエキセリアヒナワビは当時の旅人があってあれや火の用心の意味やねんな。なるほどね。町センター、ほんまにね、人の顔ついてて体取りないライトアップのやつ、うん、8月なんやな、うん、まあ、天保8年にさ、こうどうやってこの絵を表描いたんやろな。ちょっとずつ変わってることはやっぱ間違えてたんかな、それとも正確になってきただけなんかな。出るな、でも出るわ。あわらがな、やっぱり特徴的なやつが、河内の中に羽引きの藤井寺、柏原矢尾、河内のやから、そうか、ラジオか、スタンプどこにあるの。これは何なの、これじゃん、杉山原住宅。浜がギリギリやろ。はい、というわけでですね、本日はですね、こちら富田林市にあります地雷町にやってきました。今日行ったねカフェの他にもいろいろお店ありますし、夏にはねライトアップのイベントとかもやってるみたいなので、興味のある方はぜひ一度来てみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。5355でした。グッバー。